ギボの1分ロードショ ー今回、はい、紹介していただく映画は、はい、こちら、はい、スター・ウォーズ、はい、最後のジェダイ、はい、問題作ですね。おこれは非常に問題作ですね。賛否の分かれる。3、はい、2、1、はい。前回 の、 あのフォースの覚醒から、はい、まあ、もうすぐ直近の続編になるんですけど、まあ、前回、まあ、そのジェダイの使う武器、はい、ライトセーバーを、まあ、ちょっとだけ使いこなせるようになったレイちゃんが、はい、まあ、今回、はい、まだ倒せてない敵を、まあ、倒しに行くんですけど、はい、これがですねすごいんですよ、はい、何がすごいって話が急展開に次ぐ急展開、はい、今こういう話、あ、この今回の映画はこういう映画なんだなって思ってたら、はい、もう急にガラッとまた作風が変わって、はい、もう展開が違う展開になってくるんですよ、はい、あれ今回こういうやつって思ったらまたガラッガラッと変わりながら、はい、ガラッガラッガーって変わっていくんですけど、昔の映画のいいところがいろいろと散りばめられてるんですよ。だからそのキャラクターたちが、まあ、同時進行で別の場所で別のミッションを行ってたりとか、はい、っていうのがこう描かれてハラハラドキドキを煽ったりとか、はいはい、アクションシーンもあの宇宙船同士でね、バババババババピュン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 とかってやったりするんですけど、はい、それもあの過去のね、あの名台詞を実はリフレインしてたりだったりとか、はい、知ってれば知ってるほど楽しめるっていう。あ、知ってれば知ってるほど楽しめるんですね。楽しめるし、はい、もうその映画としてももうゴロンゴロンもうストーリーが展開が変わっていくんで、これはちょっと気抜けねえぜっていう。結構長いんですよ、2時間半くらいあるんですけど、まあ一瞬でしたわ。お一瞬でした、この映画に関してはっていうくらいのね、いい映画なんですけどね。矢次郎くん、はい、でも 3.9 ですね。 3.9、 なるほど、5、6分変わるんですね。やっぱでもちゃんと全部見てれば、うん、本当に楽しめる。あ、もうめちゃくちゃ楽しめると思いますよ。だからもう過去のファンたちへのサービスももちろんちゃんとやりつつ、ね、はい、あの新規のお客さんも楽しんでいただけますようにという、はい、あの非常に丁寧な作りになってますね。ありがとうございます。はい、あのデパートの装飾みたいな感じですね。違うと思います。あ、俺これ言わなきゃよかったな。はい、ありがとうございます。